チョクってる。オッケー、2連チョクって、はい、もう一回やって。完璧。やばい、楽しくなってきた。無理だこれは。危ない、当てた。どうした。はい、マサバ海峡大橋ガチでやっていこうか。さあやるぞ。さあ頑張って勝っていきましょうかね。相手がデュアルリッターノバリールガンだね。オッケー、やっていこうか。さあこっちも塗りは強い。さあ絶対に弱体化されるこの洗濯機ね、ちょっと頑張っていこうかなというふうに思ってまーす。いきましょうか。まだ炭酸ボムから入っていきましょうかね。序盤はね見合う感じなんで炭酸ボムでオッケー。こっちミサイルが溜まってから動き出そうかなといった編成なんで、こっちは右のリールガンが意外と長いっていう。これナイス止めればいいあいつね。おい絶対刺さるこれ。これなんかいるくね、突っ込んでくんなそれ。右にいるんだよな相手。突っ込んできてる。おいナイス。引き打ちができるのが強いよねこうやってね。しかも当たり安定もバカでかいっていう神ゲーです。はい、デュアルが長い。相手結構射程長めだな。来るぞ相手。ノーバ冷静だな、怖いな。よし正面1枚落ちてて、これね食ワンダ来てる。ナイスナイス、でもやってくれてる、偉い。基本的にこのエリアの管理も実はできると、意外と濡れるっていう。リッターにナイス玉、リッターの奥に投げて味方狙ってるやつ直って、はい、もう一回直って。ノバが強いるからカバー。はいダメ、はいダメ、はい最強。この武器が強いマジで間違いなく。結構溜めてんの相手リールガン、マジか溜めてるね。じゃあ勝ったんじゃないですか。オッケーナイス、いいじゃん。相手冷静に溜めたけどさすがに間に合わなかったな。はい、という感じでこの武器壊れてます。強いです。誰が使っても強いって言われてもおかしくないぐらい強いです。なんか立ち回りがね結構大事なんですけども、まあ突っ込んでくる相手はボコするし、引いてんだったら炭酸とナイス玉の後に詰めればいいんでね。はいマサバやっていこうか。さあやるよ。マサバのねスクスローマジで強いんだよな。ここもう強すぎて草です。ここうさい左とか行けばいいしな。割とマジで強いんだよな。リール若葉洗濯機エクスプロッシュですね。炭酸投げます。はいどうぞ。はいプレゼント炭酸桃。左やばい。上カバー行こうと思ったけど、待ってこれ俺がカバーされるパターンだ。これ逆にね、逆にこれは死ぬパターンね。無理ゲーだった今のは。中央は破壊されていた。左のカバーな、今のもうちょい急いでいけたかもしれない。あ、炭酸ボム最強。なんでそんなに強いのこのサブ。メインでいってよさそう。ほらよ。はいちょくってます、はいちょくってます。ああいう近いこれマジか。2連直したのに気をつけろで。これはジャンプで戻れるんですよね。捨てジャン積んでるんで、これ相手がいそうなところに炭酸を投げていく。これよくねえな。相手はえげつない動きしてる。これはナイス玉で返していこう。これ潜伏いるから、これはねダメージ与えてる俺の勝ちなんですね。で X は多分正面逃げてるんで絶対に追っかける。あいつだけ持っていく。 OK さらばだ。これでいい。来るぞ相手。おいちょ来てる。あーうまい、あーうまい、うまい。いるくね、なんか右の方にいる気がする。これ場所落とした。来てるよ。はい、ちょくっていく。ナイス孫。これ死にたくないしデスはしたくないので右は大丈夫だ多分。ほらよ、いいとこでしょこれ。いいとこ投げたでしょ今の。はい完璧。正面いるんで炭素投げまーす。相手エリアで泥棒させなきゃ勝ちでーす。はい強いでしょ、はい強いでしょこの武器。ね、強いでしょ。はい、強いよね。もう誰がどう見ても強いんですよ。こんなんされたらね、発狂です。はい、マジで完璧だからね。強い、本当に。なんだろうな、簡単。本当に引くとこ引いて炭酸投げてナイス玉だし、引いてても強い。うん、最後がマスボール。いくぜ、さあ頑張るぞい。相手がクワッドデュアルクワッド。終わった。クワッドクワッドはきつい、きついけどクワクワがきついっていう人がね結構いると思うんで、それに対しての動きを伝授していきたいんですけど、まあスライド終わり狩ればいいんだけど、スクスロー一角じゃないからそれがちょっと大変なんですけど、これ左の方がいいな多分。チャージャーっていうアクセントがいいね。相手先にちょっと決め打ちしときたいな。左降りて良さそうなのこれ。まあ、と思ったけど潜伏いたわ。帰ったわ。どっちかこのナイスも刺さる。もしややばい、相手ジャンプ多すぎ、ジャンプ多すぎて笑った。スライド終わりをしっかり狙っていく。やばい、荒れてる。オッケー、ちょくって、はい、ちょくって完璧。点数ちょっときついけど、まあ悪ない動きをしていくと。ナイス、ちょくってる。あー、ちょくった後一発あったのに。スライド終わりを買っていく。オッケー、完璧。当てる俺。うわー、直撃当てらなかった、ごめん。今のは良くないな、俺が。エイム良ければ勝った。惜しい、今の勝ってればだいぶ熱かった。クワッとが来てんな。こっからは相手のターンだな。ナイス、その時は打開してくれた。一旦は何を待って、インクライン、インクラインしてもうしていきそう。ほんとやっぱ来た。ここ直撃来てんだよな、相手。オッケー、あとはやってくれる。ちょくってる。オッケー、2連ちょくって、はい、もう一回やって。完璧。やばい、楽しくなってきた。無理だこれは。あ、無理、当てたどうした、楽しくなってきた。このいい動画が撮れそうだ。いや、ニャースかました。いや、ナイス。あ、惜しかった、ちょっと遅かったな。ナイス、まあ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 大丈夫でしょう。一旦防衛はできてるんで悪ないですよ。あ、やばい、あれ食らってた。オッケー、ナイス、強い。うおー、引いてるから、バレル引いてる。バレルに対してクワッと当てるのさすがに難しいよな。この炭酸支えそう。はい、これで終わりですわ。はい、完璧と。はい、強い。マジでね、この武器強いわ。おかしい、絶対に。もう絶対におかしいわ。もう決めた、この武器おかしい。絶対修正されれば、炭酸ナイスはどれか修正してくれ。メインのイン効率でもいいし、これはねちょっと強すぎる本当に。クワッと相手ってめっちゃきついんだけど、それでも動けちゃうからね。クワッと2枚ボコボコにしてたよだってはい、マサバ、マサバしか来ねえじゃねえかよ、これ。まあ、今んとこ3連勝してるんで、ちょっと頑張っていこうかな。この試合勝って。リッターハイドラ大体、リッターハイドラ X 若葉。編成自己率いいだろ、これ絶対次のしてるだろうと思ったけど、X じゃなくて選択肢でした。なるほど、オッケー。テナアップリッターか。こっちも同じような編成じゃんじゃ。若葉か、52かの違いだ。光栄2枚と、あれだね。初動オフサイドがオッケー。これはゆっくりやるか。なんかもうカウントを取られてもいいから、ナイス玉打つ感じかな、初動で。こっちがバリア無視でいいや。ナイス、でかっ、そのキル、このキルでっか。あれ、手前のやつは無視でいいや。炭酸でポジションどかして、ナイスいった。ハイドラがフルチャージしてる。今の位置いったら死んでたね。音を聞くので大事だよな、マジこのゲーム。正直音ゲーです。もう生存でいいや、これ味方押してるから。こういう時にさ、なんかキルしに行く人結構いるんだよな。俺に打ってこい、俺に打ってこないと死ぬぞな。よし、手前をそれだけ処理したかったということだな。マジでね、無理しなくていいんですよ、ガチマッチ。これで一緒に前出てね死ぬのが一番くだらないです。勝ち確なんでこういう時本当に。これでいいです。これみんなに覚えてほしい、このガチマリオ完璧はい、これでいいわけよマジで。前出て確かにキルするのはね、まあ、映えるんですけれども、俺はみんなに参考になるプレイをしてほしいんでね、みんなが勝ってほしいんで、これマジ前出て一緒に死んで打開するのが一番ダメなんで、ちょっと1個ラインを引いて、まあ、勝ち確の時はねそれでもいいかなというふうに思います。それでは皆さん、修正確定の武器楽しんでってください。